はい、久保翔さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、ドン・キホーテ PB のプライベートブランドですね、スモーキーハイボールのレビューしていきたいと思います。ドン・キーシリーズ、ドン・キーシリーズ、いろんな情熱価格がありますけれども、ついにハイボールまで来ちゃいました。これはですね、一応値段的には198円、ほう、200円切ってるっていう、なかなかコスパのいいハイボール缶なんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとラベルをよく見ると、ウイスキーの総量に対しウイスキーは使用割合は 10% と書いてあるので、ほぼリキュールなんじゃないかっていうスピリットのものになります。じゃあいただきます。あの、匂いはですね、もうウイスキー感はあんまないですね。はい、いただきます。なるほど、あの、すんごいスモーキーさはあります。もうふわーっつって、でもなんかあんまりなんかそのウイスキー感はないですね。なんかもうリキュールでなんか無理やりスモーキーにしたみたいな、なんなんですかねこれ。うん、あの、スモーキーだけを味わえるハイボールみたいな。ああ、だからちょっと臭みっていうか、それがもう欲しい人。すんごい、いやでも確かにスモーキーだけを味わえるハイボールって言われたら、すんごいスモーキー、匂いもすごいあ、これすんごいスモーキーだ。うん、なんか質よりコスパみたいないやでもなんだ、スモーキーさが本当に欲しい人はいいかもしれない。これあんまり本数飲むにはちょっとなっていう、まあ値段も200円切ってるからまだいいのかもしれないですけど、あの、僕らが求めてる家飲み最強みたいにはならないですね。でまあ確かにこうスモーキー漬けには癖になる味かなっていう気はします。はい、それだけ。じゃあスモーキーが好きな、こうなかなかラフロイグとかね、ボーモアとか高いですから、はい、そういったものをこうなかなか手出ないな、でもスモーキーなウイスキー飲みたいな、あ、そういえばドンキー寄ってる時に見つけた、一缶買っとくかぐらいにしといたらいいんじゃないかっていう感じ。はい、わかりました、ありがとうございます。